ベルマン帝国に囚われた人々の一部が生体電池にされて命を落としていたと衝撃的な事実を知った子供たち。自分たちの家族がそこにいなかったことを不幸中の幸いと考え、最も有力な収容先であるラスアプソ溶岩地帯へ向かう。解放した収容所よりも非道な虐待を受けていないことを祈りながら。はあ、大丈夫さ。数が少なく一人でいることが多いブリッツに壁を感じた子供たちは戸惑いながらも話しかけてみた。ねえねえ、おい、そっけない返答だったが、拒まれはしなかったので、続けてベルマン帝国のことを聞いてみた。ブリッツはそう言って家族の写真の入ったペンダントを取り出すと、表情を曇らせながらそれをじっと眺める。ブリッツもまた
家族と離れ離れになっていることに少し共感を持つ子供たちだった。
行きましょう。勝てたみたいだね。さあ、行こうぜ。ああ、いたよ。僕らの勝ちだよ。行こうか。ここで終わらせる。諦めないぞ。
お疲れ様。行きましょう。攻撃の準備を。
ごめんね。うん、別に。気にしないで。期待を裏切る厳しい状況が続く中、再び子供たちの前に光る少女の幻影が姿を現した。みんなを助けるまで諦めない。子供たちは今諦めてしまえばこれまでの戦いが無駄になってしまうと少女に力強く返答した。それは少女への言葉というより自分たちに言い聞かせる決意の言葉だったのかもしれない。少女はそう一言だけ言い残し、ずっと姿を消していった。ええ、行きましょう。
ならない。攻撃の準備を。
お疲れ様。行こう。行こうか。勇気を。僕たちは負けない。おしまいです。先行チェックだ。大丈夫よ。
丈夫よ。気をつけろ。Thank you.
夫よ。なんだこれは。化け物か。ベルマン帝国を退けた子供たちは再びラサープソ溶岩地帯を目指し先へ進み始めた。行こう。ああ、行こうぜ。あなたたちは強くなったわ。本当にどんな敵が来てもあなたたちなら大丈夫ね。Ha ha 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 ha!